月上旬、愛情ホルモンオキシトシンの研究者ポール・ザック博士が来日しました。今回番組に登場したすれ違い夫婦に会い、直接レクチャーをしてくれることになったのです。これまで積み重ねてきた研究成果がすれ違いに悩むご夫婦の助けになることは、科学者としてとても嬉しいことですよね。まず最初に訪ねたのは佐々木夏美さん、圭介さん夫妻。だから結局この人って何も理解してくれないとか、私がそういう何か言っても気持ちを分かろうとしてくれない。自分の悩みに共感してくれない圭介さんに、夏美さんはイライラを募らせていました。早速レクチャー開始。ザック博士が開発した装置をつけ、普段通りの会話をしてもらいます。実はオキシトシンが分泌されると心臓の動きが微妙に変化することが分かっています。手首の脈などからその動きを感知し、オキシトシンの分泌量を推計するといいます。モニターを通してその様子を見ていたザック博士、すかさず割って入りました。夏美さんは話をするとき、圭介さんから体を遠ざけたり違う方向を見たりしています。圭介さんも視線が定まっていません。ザック博士はお互いに向かい合い、手をつないで話してほしいと伝えました。すると見て、すごく上がってるだろう。ザク博士のアドバイスによって、夏美さんはおよそ2倍、圭介さんも 1.5 倍数値が上昇したのです。オキシトシンを増やすポイントは、相手が自分に向き合っていることを実感すること。そのために見つめ合い、スキンシップを取ることが効果的なんだそうです。多分肯定的な気持ちが少し上がってって、ギスギスした会話にならないというか、柔らかい感じになった気がします。次にザック博士は2人で料理をすることを勧めました。8分経過です。10分経過です、はい、Look at that. すごい、こんなに上がったのは初めてだ。ある目標に向かって2人で協力して作業することも、オキシトシンの分泌を促すことが分かっています。時間制限など軽いストレスを共有すると、効果がさらにアップします。これを続ければもっと素晴らしい夫婦になれると思います。完璧な夫婦などいません。でも今回の実験は2人の結びつきが強いことを証明しています。どっちかが我慢することでしか回避できないというか、まあ、そういうもんなのかな夫婦なんてみたいな、そういうんじゃなくて、その、まあ、楽しくなんかハッピーな感じでっていうか、その関係性ってもしかしたらそういう今日みたいなことを続けることでなんか変わるんじゃないかな、ちょっと希望が。こんばんは。そしてもう一組、ザック博士が訪ねた夫婦がいました。また無駄遣いしたの。ああもう本当に、過去のネガティブな記憶から苛立ちを募らせていた今井道代さんと夫の高谷さんです。
ザック博士は2人に綺麗なレストランで食事をすることを勧めました。何ロマンティックな話しなきゃいけない、知らない、ないよそんなすげえな。もうザック博士は夫の高谷さんに一つの提案をしました。それはサプライズの手紙と花束を送ることです。プレゼントという感動お手紙。お手紙？フラワーは全ての家庭内の家事を道夫さんに頼りっぱなしで本当に大変な思いをさせてきたと今更ながら反省している次第。本当に反省してるのか。この時高谷さんのグラフに確かな変化が現れていました。プレゼントを持って部屋に入る直前、そして手紙を朗読している時に値がはっきりと上がっていたのです。これまで支えてくれてありがとうという感謝の気持ちを奥さんに表現することが大切なんです。今回初めて道夫さんに手紙を書いた高谷さん、大事な発見がありました。日常の生活でやっぱり2人がハッピー、どんどんハッピーになっていくには自分自身のこう努力が必要だっていうことが印象的でした。そういうことをこう考えたりとか意識したりっていうことの大事さっていうのはよく分かりました。一方、道夫さんのグラフです。手紙をもらった時でもその値は高谷さんほど上がっていませんでした。そうほら、奥さん上がってないじゃん。ザック博士は喜びより驚きが強すぎてオキシトシンが分泌されなかった可能性があると分析しました。しかし道夫さんに感想を聞いてみると、本当にお花なんてもらったの何年ぶりだろうとか思いましたし、まして手紙を書いてたんだなってあまり恨みつらみをね言わないようにしてね少し大事にしてあげないといけないかなと道夫さんにも気持ちの変化はあったようです。